松田の米国法人、北米松田は7月3日、2018年上半期、1から6月の米国新車販売の結果を明らかにした。総販売台数は163,924台。前年同期比は15.7%増と、プラスに転じた。乗用車系では、主力車種の、6、日本名、アテンザが、18,082台を販売。 前年同期比は0.4%増と微増ながら回復を果たす。3. 日本名アクセラは35,796台。前年同期比は10.1%減と2桁の落ち込み。5. 日本名プレマシーは在庫販売が終了。ライトトラック、ピックアップトラックや SUV 系は 米国での SUV ブームに乗って好調。CX-5 が新型投入により、81,012台を販売。前年同期比は41.9%増と、大幅な伸び率。CX-9 は14,716台で、前年同期比は21.5%増と好調。CX-3 は、 前年同期比26.5%増の9627台と回復。SUV 全体では37.2%増の105355台を売り上げる。スポーツカーでは MX-5 宮田、を見当た日本名、ロードスターが4691台を販売。前年同期比は32.7%減と。 マイナスに転じた。マツダの2017年の米国新車販売台数は289,470万台。前年比は2.8%減と、2年連続で前年実績を下回